ホセ・フライン・リオス・モントは、グアテマラ共和国の政治家、軍人、第26代大統領を務めた。1970年代、政情が不安定な時期に、グアテマラの国防大臣に就任。1982年、同じ軍部出身のロメオ・ルカス・ガルシアの後継者、アニバル・ゲバラが選挙で大統領に当選すると、軍部の不満分子が決起して、クーデターが発生。 軍政を仕切る軍事評議会議長に同年6月には憲法を停止させたまま大統領に就任した。政治手法は新米路線を取り外国からの軍事援助を引き出しつつ、グアテマラ国民連合などの反政府勢力への弾圧を強めた。軍部や民間自衛パトロールを動員。反政府勢力はもとより、マヤ系の先住民も襲撃対象となり、多数の村が 丸ごと焼き払わられるなどの虐殺が行われた。グアテマラ内戦は30年近く断続的に続いていたが、約20万人と推測される死者、行方不明者数の半分近くが F ライン・リオスモントが政権を握っていた1年、あまりの時期に集中する。翌1983年8月、国内情勢が混乱の極みに達する中で、 軍部出身のオスカル・ウンベルト・メヒア・ビクトレスが再度、クーデターを起こしたため、エフライン・ディオス・モントは失脚する。後継の政権は、1984年に、議会選挙を行い憲法を復活、民政移管への動きを加速させた。こうした流れに乗り、エフライン・ディオス・モントは、1989年に、新政党グアテマラ共和戦線を結成。合法的に政治の世界へ戻った。 2003年には大統領選挙に立候補したが、すでに過去の弾圧に対する責任が取り沙汰されるようになっており、決戦投票に進むことなく落選している。21世紀に入ると、グアテマラ内戦時代を通じた虐殺や弾圧事件が国内の裁判所において裁かれるようになり、歴代の元大統領らに有罪判決が下るようになった。エフライン・リオスモンとも、 例外ではなく、2013年5月、大統領時代に発生した、キチェ県のイシル族を中心に、軍部が15県1771人を虐殺した、事件を知りながら放置したとして、ジェノサイドと人道に対する罪で、金庫80年の刑が言い渡され、86歳の高齢ながら収監されている。中南米の国において、ジェノサイドの罪で裁かれたのは、もちろんのこと、 世界的に見ても、元国家元首が自国の司法制度でジェノサイドの罪で裁かれたのはこの事例が初である。2018年4月1日、モントの弁護士を務めたハイメルエル・ナンディスは、モントは自宅で心臓発作により死亡したことを語った。91歳を打つ。ありがとうございます。